皆さん、こんにちは。女子服大好き緑川です。本日も、茨城方面からの JR 常磐線、上野東京ライン、品川行きに乗車してまいります。列車は、従来の常磐線の終点、上野駅に到着。ここから、上野東京ラインに入ります。まもなく、東京、お出口が左手です。新幹線、山手線、京浜急行線、中央線、横須賀線、東武東上線、京葉線と、2つの路線が乗り換えです。以前は常磐線に乗車すると上野止まりでなかなか行きづらかった東京駅に到着です。ご乗車ありがとうございます。常磐線は品川行きです。東京のバスと出発し終点の品川となります。東京駅からは東海道線となります。この電車は品川行きなので、帰宅の皆様は乗車しません。隣のホームは東北上越新幹線のホームです。今では北の玄関口も兼ねることとなりました。新幹線の南側には保線車両のスペースがありますが、ここが神田付近の高架橋設置に大きな威力を発揮しました。線路の向かい側は東海道新幹線です。国鉄時代は一緒の鉄道用地でありましたが、会社が分割されると敷地も分泌されることとなります。列車は次の駅の有楽町を通過していきます。この地域は東京駅の南側すぐの場所であり、有楽町駅の隣は日比谷、銀座と日本有数の繁華街となります。銀座へ行くには地下鉄に乗り換えずに有楽町駅から徒歩で向かうことができます。宇都宮線、高崎線、常磐線を上野駅から東京を経由して南下し、東京、新橋、品川へ15両編成の列車を運行。これは混雑緩和へ大きな効果をもたらしました。一方で東京発着の東海道線は始発駅から通過駅へ着席機会が減少することになります。北側の利便が上がる一方で、南側の利便は大きく変化することとなります。このような直通列車を走らせるために大掛かりな工事を実施するには、それなりのメリットを考えないと進めることができませんでした。その一つが新幹線ネットワーク拡充における特急列車の減少です。特急列車が減った分、通勤列車を走らせることができます。留置する都内の車両のスペースを削減することができました。また国鉄民営化時には全国直通のネットワークだったものを新幹線を中心に会社間のまたぎを減らすことで、ブルートレインなどの留置するスペースも不要となりました。これらの鉄道用地を整理し、留置線の活用方法を仕分けした結果、このような列車を走らせることが可能となったのです。1番線のドアを閉まります。ご注意ください。東京を境に南と北では路線の特色が異なり、使用する車両の形式も異なっていました。東海道線は113系や211系などのドアボタンがない車両、
東北本線や高崎線は寒冷地向けのドアボタンがある115系や211系の3000番台、常磐線は直流・交流が混ざる415系電車でありました。そして東海道線はグリーン車があり、それ以外はグリーン車がありません。これらを直通するためには車両の仕様を揃えることも課題となっていました。幸い南北の直通化は JR 東日本の中期経営計画で謳われ、国鉄時代からの車両更新による車両メンテナンスのコスト削減は当時の重要な課題の一つ、進めるためには絶好のタイミングでもあったのです。時は209系が京浜東北線に導入され、新しい JR 東日本の車両保守体系がようやく確立した頃となります。通勤型の E231 系と近郊型の E231 系の登場により、首都圏近郊では路線による大掛かりな仕様の変更は必要なくなったのです。そして先ほども申した通り、ブルートレインの車両基地が不要になったことです。その敷地を見直し、上野型の車両基地と統合できるようになりました。本数調整のためその需要はありますが、客車用や機関車用に作られた線路配置は15両編成の電車が使うにはとても非効率でした。長年使用した機器の更新のタイミングで必要な線路配置を見直すことが必要となりました。いろいろな計画を組み合わせた結果、この品川の地の広大なスペースを都市開発として利用できるようになりました。莫大な費用をかけて工事を行っても見合った成果を生み出すことができるとの試算によるものでした。上野東京ラインの列車は品川駅に到着です。品川駅はこのような広大な車両基地と多くのホームがあるため、常磐線の折り返しには最適であったのです。上野東京ラインの通学はいかがだったでしょうか。昼以降の品川行きの電車は混雑していないので、のんびり東京を眺めるにはおすすめです。特急日立にも乗車してみたいですね。それでは次回に続きます。ご視聴いただきありがとうございました。